やみつき松本です。2022年春になりまして、100円ショップのセリアさんがですね、110円で買えるキャンプ道具をですね、確認されている中で40品近く発売したということで、 YouTube 界隈でもですね、かなり話題となっておりまして、私のチャンネルでもですね、新商品まとめた動画ね、出させていただいたんですけども、あの動画にないものもね、次々と確認されていて、いや、セリアさんの春はやっぱりすごいなと。分散させずに一気に発売してしまうということでですね、話題の商品もね、いろいろある中でもですね、すでにね、入手困難となっているような商品もあるようで、今年のね、100円ショップもキャンプ道具をね、どんどん面白いものを出してきてくれるんじゃないかなというね、4月のスタートとなったわけですけども、今回の動画はですね、そんな100円ショップの中でもダイソーさんということで、新商品まとめとしてですね、今回私のチャンネルでは17品をお届けしたいと思います。過去でね、手元に現物がなくて情報だけでお伝えした部分で手に入ったものですとか、結構ね、今回小物が多い印象ですので、3月ぐらいからの発売商品を全てまとめたといった動画になっておりますので、取り逃しのないようにですね、発売した商品から最新の商品までということでまとめておりますので、ぜひね、動画最後まで見ていただいて、この動画さえ見ればね、ダイソーの新商品完全網羅できるような内容になっておりますので、ぜひ動画最後までご覧いただければと思います。最後にご紹介する商品はですね、私の中でキャンプ道具かどうかはちょっと怪しいところではあるんですけども、私がね、ずっと探し求めていた商品がですね、再販されていたということで、そちらも合わせてご紹介していきたいと思います。結構小物が多いんで、駆け足でいきたいと思います。ということで、まず1品目ですね、こちらです。風対策のロープストリング2個入りです。こちらは110円の商品なんですけども、ジャンコードはこんな感じでございます。簡単に言うと、両側にカラビナをつけてですね、テントとかタープのロープとペグ側に間に挟む商品なんですけども、ここに書いてある通りですね、スプリングの弾力で風によるタープやテントへの衝撃を緩和してくれるということですね。それから風によるロープへの負担を軽減と書いてあります。ちょっと開けてみます。こんな感じの商品でございます。これが2個入りでついております。スプリングっていうから、もうちょっとビヨンビヨンって感じかと思ったんですけど、思ったよりは頑丈で、この横からの力に関してはですね、ちょっと多少伸び縮みするようになってますので、総合的にね、風を緩和してくれると。こちらにテントからのロープで、こちらをペグ側にということで、風が吹いた時にね、あのピンと張った状態だと、もろにね、風の影響を受けるんですけども、これを1個かますことによって、こうスプリング形状になっておりますので、ダメージが緩和できるという商品でございます。私もね、キャンプ始めた頃はここまでね、本当に頭が回らなかったと思うんですけども、ダイソーさんですとかね、100円ショップで手に入りやすい価格でこれが販売することによって、風対策もね、気軽にできるようになるという意味では、キャンプをね、より快適にしてくれるアイテムの一つだと思います。ということで、1品目ですね、風対策のロープスプリングでした。それから2品目ですね、2品目はこちらです。キャンプ用のハンギングチェーンです。ここのね、写真にあるような使い方なので、深くはね、掘り下げずともわかるかもしれないんですけども、紐状になっているところにループがついておりまして、ここに書いてある通り12ループついております。で、そのループにいろいろなものを引っ掛けたり、カラビナで収納スペースを増やしたりということができる商品でございます。長さは 2.4 メートルとなっておりまして、ジャンコードはこんな感じでございます。こんな感じになっております。で、まあ、いろんなところに端っこを引っ掛けて、このくるくるくると伸ばすと、これ自体のね、長さも多少は調節できるようになってますね。それから、ここの黒い部分がループになっておりますので、ここにシェラカップですとか、いろんなものを引っ掛けられるということで、テントとタープの間とかにこうね、ピンと張って、収納スペースを増やすという商品でございます。この手の商品ね、いろいろあるにはあるんですけども、あればね、便利なのはおそらく間違いはないと思いますので、探していた方はですね、今ならね、探していた方はダイソーにも販売されておりますので、店の方を探してみてください。これも110円の商品でございます。ということで、2品目はキャンプ用のハンギングチェーンでした。そして3品目から4品一気にいっちゃいますけども、こちらです。これもこんなに種類があったんですね。ハンガーフック各種でございます。種類的にはこんな感じかな。まずハンガーフックの1品目としてはこちらですね。こういったね、ランタンハンガーみたいなものにパチンと止められるハンガーフックが3つついております。3つで110円ですね。で、このパチンと止める部分とフックの部分は両方プラスチックになっております。キャンプツールや小物にと書いてあります。で、ジャンコードはこんな感じなんですけども、対応のポールサイズが書いてありまして、ポールサイズが16ミリから19ミリのポールに対応しておりますということですね。ハンギング
ングラックに取り付けと書いてありますけども、まあハンギングラック以外にもですね、この太さのポールのものでしたらバチンと留められると思いますので、コスパはねとても優れている商品だと思いますので、気になる方はちょっとそれも見てみてください。ちなみに耐荷重は 500g となっております。それからこちらもハンガーフックで、同じくねハンギングチェーンにも取り付け OK となっているんですけども、先ほどのものと比べると個数はね2個しか入っていないので少ないんですけども、ここの部分布っぽい素材でできていたところがフェイクレザーっぽいものになっております。で長さもあるタイプのものです。ジャンコードはこんな感じでございます。こうレザー調のものがこの値段で買えるっていうのは本当にすごいですよね。コスパを考えるとかなりお安いのは間違いないかなと思います。まあ使い方としてはこれねボタンになっているのでパチンという形で止めて、巻いてパチンと止める感じですね。こちらのようなプラスチックのタイプとはちょっと違う止め方になっております。それからこちら、これは今紹介したハンガーフックのフック部分が鉄になったハンガーフックアイアンという商品でございます。耐荷重等はね全て変わらない 500g となっておりますので、特徴だけあとはピンポイントで見ていきますけども、このねフック先に保護がついていますというところですね。ジャンコードはこんな感じでございます。これもレザー調のものになっておりますので、ある程度の径のポールでしたら対応できるという汎用性の高さも持っていると思いますけども、アイアンなんでちょっとねプラスチックと比べればずっしりきますけども、その辺は本当に好みのところだと思いますが、どちらもね用途的には必要最低限のものは揃ってると思います。ということで最後はこちらハンガーフックということなんですけども、こちらね回転式となっておりまして、今までのものはハンガーフック全てここね固定されているので、このフック部分は動かないんですけども、この最後にご紹介するものに関してはここプラスチックなんですけども、ここが回転しますよということで自由度が高くなっている商品でございます。用途とかは全く一緒でございます。ジャンコードはこんな感じでございます。今回の商品はねこのように似たような商品で何種類も展開してるみたいなものがありますので、トータルでね17品というお伝えしましたけども、内容的にはね深掘りせずともなんとなく感覚でわかるものが多いと思いますので、駆け足でいきたいと思います。ということでハンガーフックでした。それからこちらもね4品一気にいってしまいますけども、こちらです。自在金具各種ということです。これに関してはウルトラマンセブンみたいな形の自在金具をよく見る方もいらっしゃると思うんですけども、簡単に言うとですね、こうロープを両目に通してこの金具だけで長さが調節できるという商品でございます。6個入りで110円となっております。採用ロープの径は4ミリから6ミリとなっておりまして、後ろね使い方が書いてある通り両目にロープを通すという使い方なんで、まあ、キャンプに行ってタープとかねテントを張られたことがある方は少なからず一度は触ったことがあるかなとは思いますけども、今度は三欠タイプの自在金具もダイソーで販売しているということで、三つ穴タイプでしっかり固定ということで、今度はですねここの部分に端っこの紐をつけてここの中を通すことによって、まあ、しっかりと固定ができるタイプの三角自在金具となっております。これは対応ロープ径が4ミリから7ミリということなんで、先ほどの自在金具よりはちょっと太いロープにも対応できますということですが、まあ大差はないと思います。ということでこんな感じでロープの通し方等も書いてありますので、それほどね難しく考えることなく導入はできるんじゃないかなと思います。それから同じくね三欠タイプの金具なんですけども、こちらはミニということで、三角の自在金具よりもですねサイズ感は小さいけども三つ穴タイプなんでしっかり固定できるというものが4個入りで出ております。ただしねミニということもあってですね、対応ロープの径が直径の3ミリまでとなっておりますので、ロープによってはですね通らない等もあるかもしれませんので、なんかコンパクトな方がいいやってこれ買うときはですね自分の使っているロープの太さを確認した方がいいかもしれません。まあ、基本的な使い方等はね後ろに書いてありますので、ジャンコード等を確認していただければと思います。そして最後にご紹介するのは棒型のものですね。こちらは自在金具の棒型と書いてありまして、2個で110円となっております。対応ロープの径は4ミリから6ミリということなんで、通常の自在金具と同じ太さの設定となっております。こんな感じですね。使い方等もね通常の2つ穴タイプの自在金具と同じだと思いますけども、ジャンコードはこんな感じになっております。自在金具もねいろいろあっていろんな形もあって、なんかいつかまとめたいなとか思ってはいるんですけども、結構ねダイソーさんでラインナップ展開したので、もしねリクエストあれば自在金具の使い方みたいなね動画も作ってみたいと思っておりますので、気になる方いらっしゃいましたらお気軽に
にコメントいただければと思います。なんかしばらくキャンプとか行ってないと、自在金具どう使うんだっけみたいになっちゃう時もね、私正直ありますので、自在金具のタイプ別にね、どんな使い方ができるのかとかもね、またね、まとめていければと思います。ということで、いざという時に便利ということで、ダイソーさんでも自在金具は110円で、いろいろな種類のものが展開されましたということですね。続きまして、11品目、12品目、一緒に見ていきましょう。続きましてご紹介するのはこちらです。アルミのワイペグですね。18センチと23センチの2種類が販売されておりました。これに関しては本当にペグですので、深い説明は不要かなと思うんですけども、ここ上から見ていただけるとですね、ちょっと手裏剣みたいな形になってるんですけども、私がね、ハンモック泊に行く時とかに、ひょいっと持ち出せる軽いペグとして使っているのがね、このモンベルの V ペグなんですけども、V ペグっていうのはこの上から見ていただくと、山なりになっている V の字になっているペグなんですけども、今回ダイソーさんで販売したペグはですね、Y 字ということで、上がね、手裏剣みたいになっているタイプのもので、18センチで2本入りのものと23センチで1本入りのものがそれぞれ販売しております。カラー展開もね、これの他にもありましたけども、特徴的なね、グレーと今オレンジを一緒に買ってみました。で、特徴としてはですね、ここにロープ付きということで、何かとね使うこと多いと思いますので、ロープが付いているのは便利だと思いますね。 V 字よりもこのね、 Y 字の方が頑丈ですので、思いっきり叩いてもね、潰れづらいという特性はあると思うんですけども、ちょっとやっぱり持った感じ軽い印象はありますので、昨年とかもね、セリアさんとかで同じように Y 字ペグ、V 字ペグ販売しておりましたけども、私ね、何回かセリアさんの V 字ペグ使ったんですけど、やっぱりモンベルとかと比べるとさすがにね、華奢なイメージがありました。強く打ち込むとダメージがあったりということなんで、そんなにね、モンベルの V ペグも値段高くないので、このモンベルの V ペグの方が信頼して使っていたかなというところはありますが、持った感じは正直そのセリアさんのペグに近いような感覚がありますので、そんなに強度的には Y ペグの中では高くないのかなというのは正直な印象でございますが、まあ何にせよね、気軽に買えるという点と、価格的にもね、安くて財布に優しいという点がね、100円ショップの強みだと思いますので、その強みを存分に活かして、こういったものも販売されておりました。ということで、11品12品はですね、アルミの Y 字ペグの18センチ23センチでした。それからどんどん新しい商品に入っていきますけども、13品目はですね、こちらです。鋳物の焼肉プレートです。ジンギスカン鍋を想像される方も多いと思うんですけども、後ろもねちょっとへこんでおりまして、小さいタイプのプレートでございます。温度ムラが少なく料理を美味しく仕上げるということが書いてありまして、価格はねこれ550円ですので、ちょっと注意が必要かもしれません。ジャンコート等はこんな感じでございます。この鋳物シリーズに関しては、同じくね、たこ焼きプレートというものも販売しているようですが、今回ね手に入らなかったんですけども、それも合わせてですね、こういったものを探していたという方には非常に便利かなとも思うんですけども、ツイッターでですね、気になった投稿もありまして、注意喚起ということで EPI ガスさんの方がですね、つぶやいていたんですけども、直結型のストーブで焼肉用の鉄板、こういった鉄板を使うと、輻射熱でカートリッジが熱せられて爆発する恐れとか、ストーブから熱が伝わってカートリッジ位置が破損してガスが漏れ出す恐れがあるということで、まあ、特にねこういったジンギスカン鍋のような中央が盛り上がった形状の鉄板は、炎がね下部に回り込んで大変危険という注意喚起のツイートをされておりましたので、その点もね、もしシングルバーナーで使ったりする場合は注意が必要かもしれませんので、ここね使用上の注意等ありますので、そちらを読んでですね、使われる方は注意しながら使ってみていただければと思います。まあ、品質自体はね結構重くてしっかりしている印象はありますので、まあ、550円としては非常に使える商品だとは思うんですけども、まあそういった専門家のね声も聞こえてきますので、ぜひね使用の際はちょっと注意いただければと思います。はい、ということで鋳物の焼肉プレートでした。そして14品目ですね、こちらです。鉄板ケースです。ここ書いてある通りですね、ミニ鉄板を新聞紙などに包んだまま収納できるということでございます。ジャンコードはこんな感じでございます。セリア鉄板ですとかね、ダイソー鉄板ですとか、今となってはですね、100円ショップで当たり前のように手に入る小さい鉄板なんですけども、油紙とか何も使わずに鉄板をそのまま放置してしまうと、まあ錆が回ったりということで寿命が短くなってしまうという面もありますので、できればね油紙ですとか新聞紙とかに包んで何かに収納しておくというのがベストなんですけども、その収納に役立つ鉄板ケースが販売されましたということとなっております。これに関してはですね、ちょっと開けますけど、こんな感じでフェイクレザー調のケース
ースになっております。まあ質感もね非常に良くて、縫い目とかも綺麗に縫われている印象はあるので、まあ品質がどうこうということはないんですけども、あえてね鉄板を入れずともですね、何かこの形状の平たいものでしたら何でも入れられるような気はするんですけども、これねなんか見たことあるなと思っている方もいらっしゃると思うんですけど、なんか見たことあるんですよきっと。これね昨年に販売されていたキャンドゥさんのね鉄板ケースというものなんですけど、もうね全く一緒です。で本当に寸分の狂いもなく一緒だと思っていただいてもいいような気がしますね。で大きさ的にも価格的にも全く一緒なんで、もうこの辺はね別にダイソーがいいとかキャンドゥがいいとかそういうことではなくて、まあどちらの店でも同様の商品が手に入りますよということで、鉄板のねミニ鉄板を入れるケースに悩まれている方はですね、ぜひねどちらでもいいのでちょっとねチェックしてみていただければと思います。ということで14品目ですね、鉄板ケースでした。そして15品目ですね、15品目はこちらです。固形燃料ケース3個となっております。これ3段ではなくて3個ということなんで、固形燃料の保管用にということで、まあ、固形燃料はそうほっとくと、チンクパックされてないタイプの固形燃料だと本当にすぐポロポロになって使えなくなってしまうということがね多々あると思いますけども、そういった面でも保管の場所としてねこういったものを使ってはいかがでしょうかという提案だと思うんですけども、ジャンコードはこんな感じになっております。ちょっと開けてみます。まあ大きさ的にねおそらくその固形燃料を狙って作られたものだとは思うんですけども、普通の小さいサイズのタッパーだと思っていただければいいと思います。パッキンがついているというわけではなさそうですが、密閉度はかなり高そうな印象ですので、ちょっとこの辺は使ってみないとわかんないなとは思うんですけども、と推奨としてはですね固形燃料を保管しておくときに使ってくださいといったもののようです。まあこれは本当にそれ以上でもそれ以下でもないのでささっと流してしまいますけども、変な話この大きさに入るものであれば固形燃料以外にもいろいろな収納として使える商品だとは思いますので、その辺もね気になる方はチェックしてみていただければと思います。なんかこう3段私繋がってると思ったんですよね。3段のこうくるくるくるって外すやつ、セリアさんの新商品にあったようなやつかなと思ったんですけど、これはただ単にもうタッパーですね。ちっちゃいタッパーが発売したということで、固形燃料のサイズに合わせた3個入りの固形燃料ケースが販売しておりました。さあいよいよ佳境です。16品目ですね。16品目はこちらです。ご飯が炊ける炊飯袋10枚となっております。こちらアウトドアに非常時にと書いてあって、沸騰するお湯に入れるだけで完成、ご飯が炊けるよという商品でございます。炊き方に関してはですね、計量カップでお米を袋に入れてですね、袋を閉じて、でその袋ごとですね沸騰させたお湯の中に沈めて、蓋をせずに15分から20分煮込むという感じですかね。でお湯を捨ててですね、その後さらに15分から20分蒸らすということで、ご飯が炊けてしまうという商品でございます。ジャンコードはこんな感じでございます。これもピンときている方いらっしゃると思うんですけど、実はですね昨年セリアさんの新商品として販売された中にもですね同様の商品がございました。ここにご飯を入れて包んで煮るだけとなっておりますので、まあ、非常時にアウトドアにと書いてあるので、用途としてこれが必要な方はですね押さえておいてもいいかもしれませんね。ということでセリアさんでも販売しているご飯が炊ける炊飯袋がダイソーでも買えるようになったよという程度で大丈夫だと思いますが、16品目ご飯が炊ける炊飯袋でした。さて今までいろいろご紹介してきたんですけども、個人的にはちょっと小物が多いかなという印象を受けております。先月の新商品情報の時にもお伝えいたしましたけども、ダイソーさんで販売したマットとかね、ああいったなんか本当にキャンプ道具のね定番みたいな商品がちょっと高くても110円じゃなくてもですね550円とか1100円で買えるというのがねダイソーの凄さだとは思うんですけども、今回の新商品に関しては比較的110円で買える小物が多い印象ですけども、ラインナップがね随分広がってきたなという印象があります。そんな中でですね、私がずっと気になっていて目にすることがなくてですね、ようやく店舗で見つけたものがあるということで、17品目にご紹介させてくださいということで、17品目はこちらです。 Bluetooth スピーカーレトロタイプです。これちょっとお高いんですけど、この見た目がね気になって、発売したの昨年かなと思うんですけども、 Bluetooth のスピーカーということで、キャンプでね音楽を聴く際はまあいろいろとねマナーの面とか注意して聞く分には全然問題はないと思うんですけども、まあうちでもね使える商品ですし、まあ何にせよこの見た目がね個人的にずっと気になっていて買いたかったんですけど、なかなか手に入らず、いつもねキャンプ道具を徘徊する後にですね、こういうガジェットコーナー、スピーカーコーナーをね見て歩いていたんですけども、ようやく購入することができ
ができました。まあ色はね、私はピンクしかなかったんでピンク買ってますけども、ホワイトとブルーもあるようです。ということで、スピーカー USB 充電ができると、それから USB 充電コードがついていると、それからマイクロ SD のカードスロット付きということで、もう本当にダイソーの商品なのかよくわかんないぐらい通常のガジェットっぽい商品でございます。ジャンコード等はこんな感じでございます。ということで開けてみますと、よっと、ほら可愛い、ほら可愛くないですか、これめちゃくちゃ。ここはボリュームですね。でここがオンオフで巻き戻し早送り再生みたいな感じになっております。 SD カードもここに入れられて、充電コードは USB のタイプ B ですかねとなっています。まあ非常にシンプルな商品ではあるので、なんか機能的にめちゃくちゃすごいとかそういうことではないとは思うんですけども、この見た目なので、まあキャンプサイトにもねもちろん映えますし、ご家庭でね普通にも使える商品だと思いますので、特にねこの見た目が気になった方はチェックして現物見ていただきたいなというのが正直な印象でございますけども、私はずっとねこれ狙っていたということで、ようやく手に入れることができました。ちなみに USB ケーブルもちゃんと入っております。ということで、最後にご紹介いたしましたのはこちら、ようやく見つけました Bluetooth スピーカーのレトロタイプでございます。ということで17品一気にね見てみましたけども、すでにねご存知だった商品が結構多いんじゃないかなと今回に関しては思いますけども、初めて知った商品ございましたでしょうか。すでにね手に入れたことがあるという方はですね、今私これ、買ってねこんな使い方してるよなどね、お気軽にねコメントで教えていただければね、私も勉強になりますので、ぜひね動画見終わった後お気軽にコメントいただければと思います。はい、ということでですね、やみつきソロキャンプではですね、これからキャンプを始めたいという方、それからキャンプを始めたけど何を買っていいかわからないという方のためにですね、コスパに優れた手に取りやすい商品ですとかおすすめの商品をですねご紹介していきたいと考えておりますので、よろしければチャンネル登録お願いいたします。ということで以上、やみつき松本でした。じゃあね。